言われてます。それでは一言、よろしいでしょうか。それでは、早速その調和の世界を皆さんに味わっていただきましょう。佐賀大学、人名は彦前、ネイチャーかつアートです。どうぞ。少し体も温めたいという方はまだたくさん
残ってるという話も、あ、嬉しいですね。ちょっとずつ皆さんが既にテントの方に向かっておりますけども、ちょっとね、自分の、心だけではなくて、体にも癒しというのを与えていただければなというふうに思っております。では、続いてまいりましょうか。駿河大学、続いては日本電子専門学校縁側の皆さんです。どうぞ。縁側の皆さん多いですねたくさんの皆さんでお知らせありがとうございます。では大丈夫かな、お話を伺いたいと思います。作品のアピールポイントはよろしいでしょうか。私たちのチームは、札幌の中で選んだスポーツの他に文字というのが22秒21秒、いや、ちょっとかっこいいが 72.7%、 いかがですか、かっこいいが。
嬉しいですよね。27名のみんなが結構ニヤニヤしてますね。嬉しそうにね、優勝する方でしたよ。マイクスもファンタスク 13.3% 14.1% 東京収録の曲になったんですけど、はい、ありがとうございました。日本電子専門学校演歌プレイスポーツでした。ありがとうございます。 Thank you。 こちらの方でお願いいたします。はい、スポーツのダンス感動というものをそれやってられているので、我々ファンの方でお願いします。では続いて参りたいと思います。続いては、多摩美術大学、日本工学院八王子専門学校、TKG の皆さん、どうぞこちらの方にお越しください。皆さん、拍手をお願いください。よろしくお願いします。 TKG のみんなも、どうぞよろしくお願いします。TKG なんですけど、ありがとう。
としては本数を考えていますそしてどんなことが考えていますか。どんなことが考えていますか。はい、ください。では続いて、参りたいと思います。続いてですね、カナダからお越しになってもらいます。ユニベルシテ・デュ・ケベック・ア・モントリオールからチーム UQAM、どうぞこちらの方にお越しください。はい、それではアピールポイントを聞いてみましょうか。How are you doing? I'm good. You're doing good? Are you feeling excited? Are you excited? Yes, thank you. Tell us about it. We'll get to show us. Yeah, so our project is called the Launch of Automation. It's a movie that we did. Okay. タイトルがパラペチャルモーションなんですけども、人間の体がスポーツによってどのような活動が生まれるのか、どのようなエフェクトがあるのか、そしてという意味ですね。ぜひともですね、お話をいただきたいと思います。Okay, then, so, let's unleash, shall we? では見ていただきましょう。ユニベルシテ・デュ・ケベック・ア・モントリオールですね。チーム UQAM で、Perpetual Motion です。
クールでした。そうですね、カナダがね、箱根駅伝の3年目に行ってきましたけれども、はい、Thank you so much to you guys and enjoying yourselves. Good time. You guys did good, good, good. いいですね。みんな笑顔で嬉しいですね、いただけて。はい、ということで、ユニバーシティ・デューク・ケベック、アモントリオールのですね、チーム UQAM でパーフェクチュアル、モーションでした。拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。